玉川習字教室の玉川雄豪です。今日はですね、日本習字漢字部5月号よりですね、楷書検定課題、はい、こちらのですね、課題からですね、教えて雄豪先生ということで、この欄という字ですね、この欄をレクチャーをしていきます。はい、画数は少ないんですけれども、注意するところ満載なんですね。この横に払う1画目、そして2画目、支出太く収出補足で右上がりをしっかり、で口、ここは横長になりすぎないというところに意識していくというところ、そしてこの最終画のこの曲がりの部分の書き方、そういったところを注意するところを意識してですね、書いていきますが、その際にですね、ここの中の余白をですね、ちょっと着目していただいて、この中心線にですね、このどれもがかからないというところにちょっと着目をしてください。なのでこの口はですね、横長になりすぎちゃうですね、生徒さんが多いんですけども、横長になりすぎない、もっと言うとこの点接はこの縦画のところまで来たらもう押さえちゃう。なのでこの中心の線よりもここ少し余白がありますよね。そういったところにですね、意識していきますのと、縦角横角のこの右側に接していくというところにおいてですね、この右側のこの短さ、ここの収出の位置はこの中心線にもかからないというですね、はい、そんなところをですね、意識して書いていきます。また最終画は筆のですね、穂先が画のどこを通るかを意識していきます。はい、縦を書くときはこの左側、はい、こう曲がるときは画の中心を通り、そしてこの横画を書くときは画の上側を通って、この羽、穂先はこの画の内側を通ってお尻から跳ね上げていくような、そんなですね、書き方をします。はい、その跳ね上げるときですね、筆のですね、下の方にですね、力を入れていくというですね、書き方をしますので、そこをですね、後ほど書きながら説明をしていきますが、今言ったところをですね、意識して書いてください。またですね、この一画目、横に払うですね、この払い方についてはですね、以前ですね、線の一画目を書くところをですね、動画でアップしていますので、そこをですね、ご覧いただくと参考になるかと思います。それではですね、早速書きながら説明をしていきます。はい、ではこの中心にですね、書いていきます。欄の1画目、横に払う左払い、支筆中心線にかからないように、で腹から動き出し、そして筆力を保ったまま左に払っていきます。はい、次は右上がり2画目、はい、支筆が太くで収出はちょっと抜いていくような感じで細くなっているところが着目してくださいね。ここも中心線にかからない。はい、縦角横角の右側に接していきます。はい、でここはあまり長くしません。はい、4画目、縦角は内側に寄せていきます。はい、でここ横画、次ですね、はい、あまり長くしないので、この縦画に接したらもう押さえちゃう。で内側に、ここはあまりきつくないです。はい、そして口の最終画、はい、右上がりですね。はい、ここまではいいですね。次ですね、はい、最終画は穂先が画のどこを通るかを意識します。はい、斜めに押さえて、はい、この押さえた向きのままこう縦画、はい、ここで曲がります。曲がるときに穂先は画の中心を通り、そして横画描くときは画の上を通ります。そして次第に太くして、はい、ここから筆の腹を上にこうグッと上げてから、はい、ここで跳ね上げていきます。このようにして書いていきますね。その時ここ余白を
しっかりと取るということ。はい、この収支はこう右下に下がる、こっちの側下に下がっていきますね。はい、ここ、はい、直線でまとめるというところでは完全にはいかないですけれども、そこを意識して、このまずここの中心のですね、余白を取るというところを意識してください。この一画目は横に払う、出力を保ちながら横に払っていきます。二画目のこの左と右のこの長さで、この右上がりですね、はい、口は内側に寄せて、点接の押さえる位置ですね、この縦角に接したらもうちょっと右に行ったところで押さえてしまいます。はい、そういったところに意識してですね、書いていってください。はい、今回のですね、解消課題はですね、こちら、解という字もですね、なかなか難しいですね。はい、こちらのですね、文字も以前ですね、解の書き方、この特に立身弁のですね、作り方、まとめ方にですね、着目して動画をアップしておりますので、そちらもです、ぜひご覧いただいて参考にしてください。今日は以上です。